平野義太郎は、日本のマルクス主義法学者、中国現代史研究者、平和運動家。1897年、東京市京橋区築地に生まる。東京改正中、第一高等学校を経て、1921年、東京帝国大学法学部卒、同助手。1923年、東京帝国大学法学部助教授。同年、 実業家安ス,ス駅の娘勝子と結婚。売借人は、穂ズ重藤夫妻と、鶴見雄介夫妻であった。1924年、産業労働調査所に入り、社会主義の実践運動に参加するようになった。1927年から1930年、フランクフルト大学に留学して、マルクス主義を研究する。カール・ウィット・フォーゲルや、ビルヘルム・ブントの講義を受講。 ドイツ共産党日本語タリビとの交流もあった。1930年、帰国後、共産党審判事件に加担したとして、治安維持法違反で検挙されて、面関処分、執行猶予付きの有罪判決を受けた。1936年には、コムアカデミー事件で検挙されたが、この時には無罪になった。1946年、民主主義科学者協会に参加。 1948年民家東京支部長。1949年、平和を守る会所記長、日本学術会議会員、日本中国友好協会副会長に相次いで就任し、多方面で活動した。戦争中の大東亜戦争賛美により戦後は教職追放。その後復権し、1956年2月から20年間にわたって、 日本平和委員会会長を務めるなど平和運動家となる。しかし1976年6月に日本平和委員会会長を解任されて名誉会長にさせられ、晩年は共産党陣営内で半ば失脚状態であった。元々は民法、ゲルマン法の研究者として出発したが、日本資本主義発達史講座に参加して講座派の論客として知られるようになった。 中国研究家でもあり、中国研究所所長、現代中国学会幹事長、会長に就任する。1953年に行われた第3回参議院、議員通常選挙の全国区に無所属で立候補し、10万を超える票を得たが落選している。1967年、文化大革命の影響で、中国研究所から除名される。 1968年、留国大学法学部教授に就任。1972年7月8日には、福島洋一、森川かなすみらと共に、インドシナにおける、ニクソンの戦争犯罪、日本政府、財界の共犯を告発する東京集会を、神田の学士会館で開催。当時、強化されつつあったベトナム北幕に抗議した。 1980年、結腸がんの試死去。1937年、留置中に転校した平野は、中国下北部での自然村調査などを経て、1945年に大アジア主義の歴史的基礎を発表する。同書は、戦後、転校後の逸脱として帰り見られることはなかったが、近年、日本におけるアジア主義の終着点とも評価され、見直され始めている。 平野は道書において、アジアにおける植民地体制打破の先駆者は、我が日本であり、アングロサクソンの世界旧地通常打開の創始者もまた我が日本だった都市、タルイ・東吉や、アラオ・タダシ、オウイ・ケンタローらの系譜の延長に、孫文のダイアス主義を位置づけた上で、日本と中国との連合への試みとして、大東は共栄権を捉えた。他方で、平野は一億玉祭を唱えた。 参謀本部戦争指導班長の松谷誠大佐の部外協力者の一人であり、敗戦革命を睨んだ松谷の国家再建方策への協力も考えると平野の天候は偽装であり、彼の応答は共栄圏構想は共産化が必然と捉えていた日本と中国、ソ連を中心とした東アジアの石化構想の実現を図るための仮面であった可能性が高いという。 評価もある。平和に生きる権利と刻まれた平野義太郎の記念碑。谷中霊園。ありがとうございます。